前回までの飛ばす字編集無料でやるのはちょっとね、そう、一本、最初の一本だったらいいけど、そうそうそう、俺はお前の編集技術を買ってるんだからな、俺から金取って高木から取らないんかいって話なんだよ。そうだよ、そうだよ、ありけんに失礼だよそれは。そうだよ、そうですね、確かに。おっ、ありけん、ちょっともう一回シミュレーションやってみよう。練習しよう。喉買います。あ絶対おい、ジャンギーわっさー、来た、あ、来た来た、はいはい、ザンギー、もうザンギーが言いたいこと、ザンギー、これは ぶっつけ本番だよ、これは。うん、言いたいことあるって、たがいい、なになになにえ、ね、もうチャンスこれしかねえからな、お前。そうだよ、アリケンにはちょっと金とかもらったりして、うん、してるけど、高木だには無料でやるのアリケンに失礼かなと、ね、いやでもおじさんにそういう嘘ついて俺の株を下げてるのはそれは失礼じゃないんですかね。これ失礼です失礼ですよね。はい、失礼ですよね。じゃあアリケンも無料にすればいい、アリケンも無料にすればいい出てるかも。え、ザンギどうすんの、ザンギどうすんの。完璧じゃん、完璧じゃん、みんな平和かな、これは。じゃあ、俺がザンギをカバーしてあげる、ザンギだから、はい、なんか高木、ザンギが本当に言いたいのは、金払ってもらわねえと、てめえとなんか付き合えねえよ、ボケっていうのを、そういうのを言いたい。やばい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 。また、あの話はこんなって。カバーじゃない。え、そういう、それで言ってたじゃん。本質はそれっすね。うん、そうそうそう。え、じゃあ、別に、別にいいっすよ。でも俺は出るとこ出ますよ。俺は出るとこ。でも ちなみに、最初今3000円って言ったけど、いくら本当は欲しいのって言ったら、1本20万って言ったからね。でも聞いてください、聞いてください。こいつっすね。その、そのおじさんの件があってからやるって言って、まだ1本も編集してないんですよ、こいつ。ああ、まだやってないのね。まだやって、でも、その最初のなんていうんですか、その、やってあげるよっていうのは、その人のやつとかやってもらったんですけど、おじさんの件があってから頼んだんですよ、一回あのタモさんならくれたサイスの動画。あ、そしたらこいつアリケンの編集者にやらせたんですよ、こいつ。ええちょっと待って、ちょっと待って、どんどんなんか出てくる、どんどんボロが出てくるぞ。お前ペッタンやらしたの。え、ザンギそれ本当なの。え、やらせたってどういうこと。それ、えただでやらせたってこと？ただです。え？お前ゴミ野郎じゃねえか、本当の。本当にどんどんお前の株が下がっていくよ。やべえぞお前。一本ならいいって言ってたんでね。甘えちゃいました。でもそう言ってたんだろ、まあまあ。その約束があんのに俺が頼んだ時に、そのザンギのまあ感じでやると、めんどくさいみたいな感じだったんですよ。でもザンギはそうやって言ったのに、しかも一本もやってないんですよ。こいつ行ったの、行ったくせに。あ、行ったの、あ、なんか今物申してるけど、なんか実は仕事も何もしてないんだ、その。してなかったの、結局、一本も。してない、してない、その、おじさんがやってから。あ、じゃあその場しのぎで、俺あるよみたいな。そう、そうだ。実情やってないってことでしょ、一本も。やってない、やってない、一本もやってない、一本もやってない。で、アリケンに黙って、アリケンの編集者。黙って、もう一人の俺の編集者勝手に。だったの？クズ野郎じゃん。じゃあいいです、もう僕もう高木の動画あと10本無料でやります。ええっ、残業それのせいで編集おろそかになったら許さへんね。じゃあ分かった、じゃあおじさんに喧嘩売ったら俺は許します。おーやばい、着地点が一緒だ。やばいまず当たりね、ディテールローのおじさんかな。でも残業はやっぱり同じになった、さっきなんかこの奇跡ある、すごいな、奇跡ある。これザンギ、ザンギこれ本当に死ぬぞこいつマジで。もうどうしようってなってる、さっきがクリック音しか聞こえなくなったザンギのマイクから。いやでもザンギやっぱりな、問題は後回しにしちゃいけないんだよ。そうだよ、だってまあ確かに今ニコンも言ってたように、まあその場しのぎでそれを言ったって、まあ、考えたらなんかちょっとイラついてきたんで。いやこれザンギさんどうするんですか。結局人にやらせてるからね。いやこれ
結局けじめつけないとこれ。だからもう高木はもうあれでしょ、やらないんだったら出るとこ出ると、でやるんだったら10本編集しよう。あ、なに、10本無料で、無料で、でそれをするってなってもアリケンの編集がおろそかになったらいけないっていう状況ですよ。ザンギさんどうするんですか、あなた。やべえ、自分で決めない、自分でも自分で招いた結果だと思うよこれは。じゃあ、おじさんになんて言うかは俺が決めさせてもらう。やばいやばい、高木って。じゃあ、PC のデスクトップ画面をおじさんの顔にして、おじさんの顔にして、で、それでボロクソ言ってもらうぞ。やば。やべえ、やばい、それは怖すぎる。え、じゃあ待って、じゃあ、10本はいいの ?10 本はいいの、高木。え、10本いいよ。10本は OK だけど、その10本の中で、結構適当な編集だったりすると、もうしたらじゃあプラス10分。やべえ。プラス無限ルートやんって。無限ルートやんって。無限ルートやん。とりあえず高木に一回思いっきり謝ろう。いやでも実際、いや実際にそのことがあってザンギからも口で謝られたことないっすから。え？それはやばい。お前。それはやばいよザンギ。謝んないと。謝ったけど謝られてるっていう方に受け取れられなかったわけだから、俺は謝れてないわけですね。謝った。おお、そこでまた高木に喧嘩を打っていく。え、なんか俺がその件があった通話呼んだんすよね。はあ。そしたらなんかこいつ一生ミュートで、おお、一生ミュートで、でもその件には触れなかった。でもなんかちょくちょく触れてたんですけど、全部ディスコードのチャットでなんかちょくちょく打ってたみたいな。じゃあ許してあげるから、ちゃんとお前俺の動画編集しろよって言ったら、こいつがうんって言ったんですよ。だから俺が、あ、じゃあもう許してあげようって。え、謝られてないなら謝るべき。どっちなんだそれは。どうなんだよ、謝ったの、謝ったんかい。どっちなんだザンギ。ザンギ、これは謝った方がいいと思います僕も。おー、どっちなの、謝ったの、本当にどうなの、口でちゃんと謝ったの。謝りましたけど、謝りました。え、どっちなの高木。いや、謝られてないっすね。ここはもう謝ってないって言っとけたのに。あ、じゃあ謝って、もう一回謝って、うん、もう一回ここで、うん、謝ろう。そうそう、謝って終わりでしょ、謝って。いや、あの時は本当に高木の株とかを下げて、すごい高木が嫌な気持ちにだったと思います。無理でーす、無理でーす、大変無理だー、無理で無理です。終わった。じゃあもう10本多いから1本やってあげれば。そうしろ、そうしろ、はい、そのぐらいでしょ。なんか平等な1本は少ないっす、ね、1本は少ないの、自分で。なぜお前こんないい条件を自分でなんかそういう風に蹴るんだよ。せっかくいい方にやってんだよ。あ、1本は少ない。じゃあ5本、5本、5本。今の玉尾くんの意見で1本ってのがあるのか。アホだろ、マジで。お前の弱い3本でなると、高木の強い5本に決まっちゃうだろうが。だからもう3本でいいじゃん、じゃあ残儀が3本って言うなら。うん、いい、3本。3本も結構だよ。3本で、3本で。練習って大変な作業だから。そうやで、3本で行こうや、うん、3本で行こうや。それでいいんだな、ザンギ。3本がいいです。よし、じゃあもうそれ決まりだ。お前3本です。そういうことはな、全部自分の口から言わんとダメなんだぞ、これから。そうだ、まあ良かったよ、今回のピクサーは。本当に本当に、普通にマジで一生たたるばっかり来ないよ、マジで。1000本とか編集してみ、1000本やばいぞ、本当に。俺のとこで1000本やったらいくらだ ?3000 円だから。300万。おい。1000本ただで、でもやったら逆に俺残業認めるけど。いや、それはすごい。普通にすごい。すげえな、残業。でもだからといって金は払わないですよ。300万という。すごい。すごい。すごい。終わり。すごい終わり。すごいって言われてバカって言われますね、多分。すごいバカ。すごいバカ。それで終わるから。よかったよ、今回は。ということでね、じゃあ、ジャンギ君。じゃあ最後の日ね、次回予告お願いします。反省の意味を、反省を込めて、リスナーさんにも謝ったらいいんじゃないですか。すいませんでした。おお、いいね。で、じゃあ次回予告。てんてれんてれんてれんてんてれんてんてん
テレテレ次回ザンギ消える。